はい、ありがとうございます。先ほどまでは福田さんが大学卒業して、はい、どういうことを農水省でされてたのかっていうところをお聞きしたんですけど、はい、この動画ではもう少し深掘りしていきたいなと思ってまして、はい、ただ農水省にいらっしゃった時に、はい、大学院留学もされてらっしゃるんですよね、はい、そうです。ちょっとそこの話をお聞きしたいなと思ってまして、はい、それは給食して大学院に行かれたって感じなんですか？2パターンあってですね、農水省とかなんとか省庁に入った時に、はい、一番多いのは給食じゃなくて長期の在外研修、海外に研修に行くっていう形で大学院に2年間行って修士を取るっていうパターンが一番そんなのあるんだ。あります。あとは時々ですね、給食して行かれる人もいます。なるほど、はい、ちなみにその2つの選択肢あるじゃないですか、うん、はい、何が違うんですか？一番違うのはお金のところだと思うんですね。研修で行く時っていうのは選抜試験があって、はい、それをクリアしたら研修費として大学の授業料とかっていうのが国費から出ることになります。その代わりちゃんと国に還元できるような勉強じゃなきゃいけないから、例えば私がダンス留学したいとか言ったらそれはちょっと待ってくださいみたいな話になっていく感じです。あ、そういうことですね。で、給食していく場合は自分のお金貯めた貯金とかで行くことになる代わりにどんな勉強をするかとかそういうところは自由に選べる。なるほど、ありがとうございます、はい、じゃあ金額を補填していただけるものがあるっていう制度を活用するか、はいはい、もしくは自分がやりたいことをやれるように給食してやるかっていう話なんですね、はいはい、でじゃあその制度を活用して、はい、今後農水省に還元できるようなスキルをコロンビア大学で学びに行ったって思ってるんですけど、はいはい、コロンビアでは何を学びに行ったんですか？コロンビア大学では公共政策とか国際関係をやってました。一番勉強になったのは夏休みとか冬休みっていうのが3ヶ月とか1ヶ月半とかあったりするんで、それでタイにインターンに行ったりとか、はい、なるほどね、そうなんです、バングラディッシュに行ったりとか、はい、いろんなところに行って、はい、その時に行ったのが、うん、行ったことのなかったタイ、バングラディッシュ、インド、それからマラウィ、シンガポールとかもその時初めて行ったのかな、はい、いろんなところに行って、はい、日本とか私の価値を出せそうなところっていうのは ASEAN かもって思ったので、うん、それがタイへの赴任にその後つながっていて、そういうことなんですね。タイでの交渉とかにもつながっていった感じはありますね、うん、なるほど、ありがとうございます。1点ちょっとお聞きしたいんですけど、はい、コロンビア大学って、はい、まあ、アメリカじゃないですか、はい、ニューヨークです。ニューヨークですよね、はい、でもインターンとか応募した時はまたアジアに戻ってきたわけですよね。そうです、アメリカ大陸付近でインターンされるのかなっていうイメージもあったんですけど、はい、そこなんでアジアを選ばれたんですか？やっぱり毎日働いてると、うん、なかなかバングラディッシュで働くとかできないから、うん、もう今がチャンスだと思って。なるほど、ね、なるほど、じゃあそれで行ったんですね。ちなみにそのアメリカの大学院なんで2年ですね。はい、2年です。でその大学で大きいバケーションが1年に2回ぐらいあるんですかね？そうです。で夏冬、夏冬でそれぞれ別のインターンをしてたって感じですか？はい、そうです、そうです。なるほど、機会としてはほぼ4回あるとして、一番印象的なインターン先どこでした？バングラディッシュ。バングラディッシュ、なんでインターンしたんですか？バングラディッシュは日本の企業さんが、はい、ユーグレナっていうミドリムシを作ってる企業さんがあって、はい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 、その方々がバングラディッシュでミドリムシのパウダーを使ったクッキーを小学校に配ってたりとか、あとすごいのが日本で食べるもやしの元になる豆はほとんど中国から輸入されてるんですけど、それが中国だけだと良くないんじゃないかと、生産元をいろんなところに持ってた方がいいよねっていうので、バングラディッシュでもやしの豆を作り始めて、はい、それユーグレナさんが、そうなんですね。そのインターンでした。実際どうでした？やってみて。もうびっくりしたのが、はい、ホルタルと呼ばれているストライキに近いようなことが起きます。バングラで、はい、で野党と与党の争いで今から道路を封鎖しますって言って封鎖しているって言ったのに車に乗ってると爆弾投げてくるんですよ、うん、こう歯向かってるって言って、はいはい、それ始めますって言われたのが滞在中にもあって、はい、船が止まっちゃうとか、うん、交通網が止まっちゃうってなって豆を日本に持ってこうと思ってブッキングしてたのにそれが飛んじゃうとか、そういうことは考えたこともなかったんですけど、うん、怒ってびっくりしましたね。え、それどうなったんですか、結論？その時はキャンセルになって損害になっちゃったんじゃなかったかな。あ、そうなんですね。え、そこはじゃあ保証とかは無理なんですね。国がやってくれるような話じゃないので保険の世界でできる範囲はどこかっていう風になってくると思うんですけど、はい、ビジネスを日本じゃないところでするっていうのは本当にいろんなことがあるなと。いや、本当そうですよね。でもその後もインターン終わった後に農水省の職員としてユーグレナさんの話とかを聞くとどんどん大きくなっていったりとか、今もすごくなっていて、ああすごいなって嬉しいなと思いながら
一瞬だけど行ったと思いそっか、うん、確かにやっぱりインターン先でやってた内容は、はい、農水省とは直接的ではないものの、はい、間接的には関係性のあるところに行ってたんですね。そうですね、うん、なのでタイでインターンした時もコーヒー農家さんのところに行って、うんうんうん、山奥の昔はアヘンを栽培してた、麻薬を栽培してたけど、はい、今コーヒーを栽培して、うん、アヘンから脱却、麻薬から脱却って言ってるところにインターンに行きました、はい、でもそれだけ聞くと別に日本でもアヘン栽培してないよってなると思ってそうですよね。ただその人たちが抱えてたのは、はい、30年間支援を受けてきて、うん、どうやって支援がなくなってもビジネスとして成り立たせるかとか、山の奥で一生懸命農業をやってきたけど子供たちが大学院とかにようやく行ける子が出てきて、でそうすると戻ってこないと、農業をやりたくないって言って山に戻ってこなくなっちゃって、うん、人口が減っていくとか、うん、過疎化になってる。そう、タイも実は出生率がですね2を切っていて、そうなんですよ。これから少子高齢化の国になっていくという話をしていて、はい、どれも聞いたことのある話だっていう、はい、なのでインターンもやっぱり関係のあるところに、はい、食とかそういうので切り口に行ったりしてました。でももともと福田さんはバックグラウンドは別に食とかそういうものではないんですよね、はい、そうですね、私法学部だったの で、ロースクールの農業はやったことなかったので、はい、農水省に入ってから、はい、高知県のトマト農家さんに1ヶ月修行に行かせていただきました、はい、いや面白いですね、はい、そうなんですね、はい、研修で。でも農水省の研修であるんですね。あるんです、1ヶ月農家さんに泊まり込みでって言って、うんうんうん、実際それはどうなんですか、はい、すごいいいですよ。あ、すごいいいですか。あ、こんなに腰が痛くなるんだとかいやそうですよね、こういう作業なんだとかいうのはなかなかないし、はい、その後同期の行った農家さんにお邪魔したり、みんなで北海道の農家さんに行こうとか言ってまた行って、なるほどね、行ったりとか、そういうのも。じゃあそれぞれ編集で行くものは、はい、いろいろ変わるんですね。いろんなところです。そうなんですよ、なんで林業に行った子もいますし、うんうんうん、そうなんですね。じゃあその大学院コロンビア終わります、はい、でもう一回農水省に戻りますよね、はい、農水省に戻った後は、はい、先ほどおっしゃっていただいたタイのお話になってくるんですか。そうですね、農水省に戻った後はタイに行く前に TPP って聞いたことあるかもしれない、はいはいはい、あれがまだアメリカが入ってた頃か、うん、で大筋合意しますとかいう話をしていたりとか、うん、あとは魚の話をやってた時もあって、うん、保険の仕組みをですね持っていて、はい、例えば東日本大震災みたいなので船が壊れちゃって漁業が続けられないけどどうしようみたいな時の保険の仕組みとかを持っていて、そういう仕事をやっていた時もありましたし、あと採用とか新卒採用とかをやっていた時もありました、はい、じゃあ面接をしてた時も、ありました。実際ちょっと聞いておいていいですか、はい、その農水省を受けたいって思ってる人がいます、はいはいはい、でも農水省はこういう人材を入れたいっていう思いがあるわけじゃないですか、はいはい、それで面接を見る際って何を一番重要視します、はい、結構職種によって違うのだろうなと思うところはあるんですけど、はい、私は文系だったので求められるのは知識とかではなくって、うん、ソフトスキルに近いものでしたね、うんうんうん、じゃあコミュニケーション能力とは本当にこんな考え方をするんだ、はい、面白い考え方だなと思う人と一緒に働きたいなと思っていて、はい、あー、そういうことですね、自分とは違った考え方でもいいけれども、はい、こんなことを考えてますっていうのをぶつけてもらいたいなと思って緊張してるんだけどねそうなんですよ、だから緊張してるのにしっかり自分の意見が言えるっていう時点で、うん、それはすごいですね。結構それ多分農水省だけじゃなくって、うん、普通の就活とかインターンとか海外に行ってもそうだと思うんですけど、緊張しちゃう場面でも笑って、うん、私こんな風に思ってるんですって話せるだけでもう、はい合格みたいな世界だと思いますなるほど、ありがとうございます。そうやって人事とかをやるっていうのも楽しかったですか、はい、すごい採用は楽しかったし辛くもありました、うんうん、本当にこの人と一緒に働きたいと私は思ったけど、うん、ご縁がなかったっていう人もいたし、あとはやっぱり一緒に働けた機会があった人とか、うんうん、一番嬉しかったのはやっぱり緊張しちゃってうまく話せなくって落とされちゃった子がいたんですけど、うんうんうん、はい、追いかけてって君は緊張しすぎだったからちょっとよく分かってないと、うちの省はこんなことをやってるから、うんうん、こういう賞なんですよと、うんうん、こんな仕事をやってるんですって話したら、うん、その子次の年やってきて合格してって農水省の職員になってそれはすごい嬉しかった。あ、そうなんですねなんで人生いろんなことあってもここで終わりみたいな風に思ったことは私もありますけど、うん、そんなこともあるんだなって。いやでもそれは嬉しいですね身近に感じられますね。そうですね。
なるほど、ありがとうございます。ちょっとここまでは、はい、福田さんが今やってることの前に何をしてたのかっていうところをお聞きしたんですけど、次の動画ではようやくですね、今何してるのかっていうところのお話をお伺いできればなと思います。はい、この動画が面白いなと思ったらぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、じゃあ本日はありがとうございました。